皆さんこんにちは。今がですね、2022年の9月の6日です。6日の夜ですけれども、ちょっと今日はね、昼間動き回ってて夜になってしまいましたが、部屋の中でこれ収録しています。で、今日もね、ちょっといただいたメールにいくつかね、お答えしていきたいと思います。メールを、読んでいきます。ちょっとね、挨拶の部分とか結構飛ばしちゃいます。さて、今日も動画見させていただきましたっていう、ここから始まるメール、群馬の横堀さんって方からいただきました。さて、今日も動画見させていただきました。ずっと感じていたのですが、日本人男性ってフィリピン女性が本当に好きなんですね。うん。とてもたくさんの男性がフィリピン女性を求めて海を渡っていくようですが、なぜなんでしょう。うん。欧米人ではダメなんですかね。そんなことを言ってる僕の香港時代の先輩も、香港の韓国ラウンジでフィリピン女性を射止めて、香港の韓国ラウンジでフィリピン女性を射止めて、うん、現在フィリピンで幸せに暮らしています。YouTube でもたくさんのフィリピン女性と結婚した男性のチャンネルを見受けます。日本人女性に魅力がないのですかね。まこさん、日々どのようにお感じですか。うん。で、ちょっと後続くんですけど。うん。なんだろう。まずですね。たくさんの男性がフィリピン女性を求めて海を渡っていく。うん、日本で出会って、あ、そっか、日本で、お店なんかで出会って、フィリピン人女性が帰ってきた。それを追っかけて海に渡ってくるって結構ありますよね。そういうケースね。うん。魅力的なんじゃないですか？日本人女性よりいいかどうかって、ちょっとここ置いといて、欧米人ではダメなんですかねっていうことですが、欧米人と知り合う機会ってないんじゃないですかね。日本ではフィリピンパブってたくさんあるしね、いろいろ働いてる子もいるけど、やっぱりね、欧米人、白人、特にね、敷居高いんじゃないかなと思いますよ。で、やっぱり僕ら、白人じゃないですよね。有色人種ですよね。で、またこういうこと言うとね、いろいろ言ってくる方いるかもしれないけど、やっぱりね、人種差別っていうのがあるんですよ。白人はやっぱり白人。白人至上主義なんて方もいますけどね。まあ、白人は白人で、有色人種である僕たちっていうのはやっぱりね、これね、その、白人社会に行ったりとか働いてたことがないと、ちょっとわからないと思うんですけれども、無言のね、差別的なことをね、やっぱりね、言います。僕もね、働いてた頃は、白人の中で働いてた時もあったんで、その時は、ちょっとしたね、差別、ディスクリミネーションなんていうけど、そんなのもね、出会ったこともあります。バックパックで回った時も、その時の方が結構多かったかな。結構ありますね。で、もちろん、アメリカなんか白人社会で、彼らね、結構ポーズの人間だったら、みんな平等だよってこうやりますけれども、なんでもない時、平常時までね、みんなとね、もちろん、そういうのなくフラットに付き合ってくれる人もいるけれども、イコールで付き合ってくれる、全員が付き合ってくれるかったら、絶対そんなことないです。やっぱりね、悲しいことにね、肌の色ってあるんですね。はい。まあ同じアジア人っていうのも、例えばフィリピン人ですとか、タイ人、ベトナム人ですとかね、そこら辺でちょっと親近感があって、上も下もないよみたいなね、まあ他の東南アジア下に見ちゃう人も随分いますけれども、少なくともね、自分がね、下だなって思うようなことがないっていうのも、どっか根っこのところであると思いますよ。あとね、その機会がないっていうのが一番大きいんじゃないかな。例えば白人、アメリカ人女性がね、アメリカがすごく貧乏な国であって、米国パブみたいなのがね、日本にあって、そういうところで若いアメリカ人がいっぱい働いてて、っていうんだったら、アメリカ人女性を追っかけて海を渡る日本人というのも多いかもしれません。はい。で、YouTube でもたくさんのフィリピン女性と結婚した男性のチャンネルを見受けます。日本人女性に魅力がないのですかね。魅力ありますよね。同じ国の女性なんでね。なんていうのかな。
これ特にね、じじいになって若い子と一緒になりたいなんて、そういうスケベ心があるじゃないですか、男って。そうすると、日本人の若い子、さらっと考えても相手にしてくれないですよね。っていうことが多いかな。あとはね、その若い頃から、女性に縁がなかったって方もいるじゃないですか。それが日本のフィリピンパブかなんかでこうハマっちゃってっていう方もいるでしょうし、皆さんでそのフィリピンに女性を追っかけてきてる方でも、日本人女性に魅力は感じる、その魅力は分かってると思います。はい。僕の答えはね、ちょっとこんな感じになっちゃいます。横堀さんね、メールありがとうございます。もう一つ。あ、エンゾさんだ。エンゾさんだっつって。ちょっと、結構長いな。ちょっと途中から読ませていただきますが、8月27日にですね、ついこの間、パラワン島にね、日系人会が発足したとありました。パラワン島日系人はパラワン人の日本人感情が悪いので、素性を表せなかった。示せなかった。これで日本に帰化するチャンスになったとありました。なるほどね。まあ、終戦間近に日本軍の兵士が行った蛮行というのは、まあもちろん語り継がれてますよね。パラワンでも、あとはね、マニラでもありましたね。そうですね。イントラムロスのちょっと先のね、ポートサンチャゴなんてところでも、かなりたくさんの方にね、ひどいことをして、パラワン島でもね、ありましたね。アメリカ人の捕虜をですね、140人だったかな、殺害しちゃったなんていうのがあって、それはもうプエルトプリンセサの市内の大聖堂の近く、教会の近くのね、そういうメモリアルパークがありますけれども、まあ、そこにね、そういうことも記されています。で、なんでね、パラワン島がこの日本人会ってこれが最後になったかというと、パラワンは特に感情がひ、その反日感情がひどくて遅れたってことじゃないんですね。反日感情がひどいって言ったら、まあもちろんそのイントロマラソンのとこもありますし、パラワンマルシャ、あとはバターンなんかがね、とてもよくね、言われてますけれども、やっぱりね、離島なんですよ、パラワンって。最後の秘境って言われてるように、政府関係が動くのも最後になります。で、反日教育からとかね、ちょっとね、遠藤さんも書いていただいてます。反日教育ってね、特にここではね、それほどなかったと思うんですけど、やっぱり終戦後直後はね、あったようです。で、僕が一番ね、普段ね、パラワン島で反日感情を感じることは全くありません。これはもう今になったからっていうんじゃなくて、20年前からありません。そんなね、ずるずると、まあ、その心の深いところはあるでしょうけど、表に表す反日感情ってね、某隣の国のようにはないわけですが、僕が唯一感じたっていうのは、僕の連れ合いのマリアのね、おばあちゃん、もう亡くなってしまいましたが、マリアが初めてそのおばあちゃんの家に連れてってくれた時、東洋人ですよね、明らかにフィリピン人ではない。おばあちゃんがマリアに、何人なんだって、まあ、どっから来た男なんだっていうふうに聞かれて、ジャパニーズって答えたらね、おばあちゃんの僕を見る目がちらっとこう、一瞬ですね。一瞬ですけど、日本人連れてきたのかっていうようなのがありました。結構辛かったですね、あの目線は。そういう感情を持ってるんだなっていうのは僕はね、感じました。日本人ってジャパニーズって言った途端に、きつい視線って僕の方をね、ほんの0.5秒ぐらいですけれども、見られた。だからってね、引くわけいかないし、僕はね、おばあちゃんと足で通いましたよ。いろいろね、手伝ったりとか、笑ったりとか、そんなことをしててね、徐々になんか打ち解けてきて、僕のことを受け入れてくれたっていうのもあるし、ただね、パラワン島でね、そういうことがあったっていうのも僕は分かってたし、なるべくね、僕は日本人だっていうのを出すようにしてましたよね。で、日本政府もフィリピンに対してね、戦後いろんな支援をしてきましたよね。
小汚かったマニラの空港、ナイア、ニノイアキのインターナショナルエアポートなんての綺麗な建物が最初建った時、あれ日本の力ですかね、竹中工務店。まあ、途中でね、フィリピンの政権変わったり、金がもらえなかったりでごたごたありましたけど、日本の力です。マニラ走ってる電車だってそうですよね。マニラで綺麗な水が飲めるのは三菱商事です。スービックで綺麗な水が飲めるのは丸紅です。こうやってね、日本の力がすごく出てる。例えば、ボホール行きます。ボホール新空港。日本ですよ。そうやってね、日本いろんなことやってるんだけど、なぜかね、あまり感謝されない。日本、まあ、まだね、ここは中国とアメリカの傘の下に入ってるわけですが、傘広げますよね。傘の下にフィリピンが入ってる。日本だって、大きな傘広げてるんですよ、フィリピンの上に。ただ、アメリカや中国の色付きの傘でなく、日本が広げてるのはね、でっかい透明のビニール傘なんで、なかなか上見てもね、傘があるって気づいてくれない。なんてこともあるんじゃないかなと思います。ですから僕がここパラワン島で活動してる時は、いつもね、日の丸出しました。それがね、どういう感情を与えるか、もちろんおじいちゃん、おばあちゃん、いたわけですよね。もう戦時中に生まれて子供の頃に戦争を体験してる、そういうね、おじいちゃん、おばあちゃんもいた。そこに日の丸出したわけですよ。こういうことをやる。僕らみんなとね、やっぱり触れ合いたい、困ってる時は助け合う。日本人のいろんな方がね、こう、いろんな方、たくさんの方からいただいたそのドネーション、その寄付でこういうことができてますよ、っていうことを言いたかった。日本って。だから僕、日の丸出しました。今やってるね、寺子屋、それもね、皆さんの協力でできましたけど、日の丸大々的に出しました。バランガイって、なんていうのかな、役場ですよね、町役場にも、やっぱりおじいちゃん、おばあちゃんもたまるわけですよ。そういうところにも行って、日本人がやりますって僕は堂々と言いましたから、もちろん日本人って言った時にパッて見た人もいました。ただ悪いことやってるわけじゃないですよね。日本人こうやって活動してる、なんていうのかな、静かに目立たないように影の力持ちだと分かってくんないですから、国がね、いろんなことやっても。だから本当に地域的なことだけれども、日本人ですよ。日本人がやってますよ。で、僕はね、言うようにしてます。だいぶね、もう打ち解けてきましたよね。どこに行っても、ここ僕が住んでるバランガ行っても、あ、ジャパニーズが来た、ハポネが来た、なんつってね、名前覚えてくんないんだけど、で、ようよ座ってけみたいになってるし、そうやってね、徐々に打ち解けてって、まあ、確かにね、反日感情っていうのはね、特に年のいった方、あと年のいった方から、そういういろんな話を聞いてる方っていうのは、これは払拭できないことだとは思いますが、それにいつまでもとらわれててもしょうがないですからね。で、まあ、パラワンのね、さっき最初に戻っちゃいますけど、日本人から最後になったっていうのは、別に、反日感情が一番とても強くって、日本人会が発足するのが一番最後になったって意味ではこれないです。政府が動くのが最後なんですよね。フィリピン大使、越川さんでしたっけ？まあ、来てね、そうやって。あ、なんか写真あったな。ちょっと見つかったらね、ここら辺に出しますけど、初総会みたいなのでね、100人超える、まあ、その日系人たちが国籍を取り戻そうと動くって、これは素晴らしいことだと思います。頑張ってほしいと思います。はい。まあ、最後になっちゃったってことなんですけど、後回しになってた。なんたって最後の秘境ですからね、ここ。で、遠藤さんが最後に。ちなみに私のアメリカに対する怒りの気持ちはかなり昔になくなりました。沖縄の方ですね、遠藤さんね。もちろん、ヤマトンチュに対してもですね、内地、日本のね、沖縄じゃなくて、まあ、内地の人に対してもね、亡くなりましたって、笑いなんて書いてありますけれども、ね、遠藤さんもメールありがとうございます。今ね、本当にそういう反日感情って感じることはまずまずないです。ただ、あまりその接点のない年寄りっていうのは、やっぱり日本っていう国に対して恐れっていうのを持ってる人もまだいるかもしれないですが、ほぼほぼ感じることがない、感じようとしても感じるチャンスがないんじゃないかなと思いますね。今非常に平和に笑って暮らしています。はい。今日もね、2件のメールご紹介しました。今日はこの辺で失礼します。